こんにちは、森です。今日は静岡県熱海市にある西熱海ゴルフコースにやってまいりました。では早速回っていきたいと思います。よろしくお願いします。ちょっと一回滑りさせて、よいしょ。アウトからちょっとスタートするんですけど、今日はあの青ティーから回っていきます。アウト1番ベントだから400パー4です。一応打っていく方向としてはあそこの右バンカーぐらいの方向から、私結構ドローボールっぽいんで、あそこがまあ一番左切りキワキワかなって、あれよりもちょっと右かそれぐらいっていう感じで狙っていきたいと思います。さあお願いします。うわー、めっちゃ巻いてるわ。ちょうどなんか桜が咲き出してきたんですかね。咲き出して咲いてたり、もう葉桜になってたりっていう、ちょうど中間ぐらいらしいですよ。178フォロー、160にして、ちょっと初めて回るんで奥がどうなってるかわからないので、ちょっとこれより上の番手だと170打っちゃうから、ちょっと奥ポンポンいったら怖いんで160ぐらいでちょっと様子見ていきます。5番アイアンで、ピンはもうほぼ真ん中の奥なんで、ピンの方向を狙って普通に打っていきます。あ、風止まった。ああ、惜しい。まあ予定通りって感じですけどね。あ、戻ってきてるよ。いやー。まあそんなこともあるってことですね。次3打目。うげ。ディポット入っちゃってるわ。ピンまで35、36。でもね、ちょっとこれ見てもらえば分かるんですけど、めっちゃディポットで、普通に打つと多分歯からこうザクって、しかもこう下の多分この昨日の雨かなんかでちょっとぬかるんじゃってるんで、ダフってなっちゃう可能性があるから、ちょっとバウンス使って打てるようにして打っていく。どのようにちょっとハンドレッドにして、どうこれはスライス、下りのスライス、色的にはそんなに白く見えないので、でもこっちからこうで順目ですね。ちょっと切れるかな。うわ、切れたな。うわ、3オン3パット6回です。2番ホール330パー4、打ち上げの右ドッグまで行かないのか、若干右に斜めに曲がってるって感じ。左の木まで220ヤード、打ち上げ入れて220なんで、私のドライバーと大体230ぐらい距離が出るから、まああの木の前に行くかなっていう感じ。ただ私の持ち球がドローなんで、木のちょい右ぐらいだと傾斜が右から左に強いから、そのままちょっと転がりすぎてっちゃう可能性があるので、まあ、この右の木、左端ギリギリぐらいに打ち出してって左に曲がってちょうど木の後ろぐらいに行ってくれたらいいなというイメージで打っていきます。うん、木の横ぐらいかな、ちょっと距離出なかったかな。
まあでもまあ予定通りかな。はい、打ち上げ入れてピンまで130、まあ、エッジからピンまでが20ヤード入ってるんで、20ヤード入ってて風がちょっとフォローだから、まあ、120ぐらいをちょっとピン方向に狙っていく感じで打っていきます。ただフォローが入るんで120ヤード、9番で、まあ、左足上がりだからボール上がりやすくなるんで、地軸に対して垂直に立って打っていく。多分 P 方向に飛んでったから大丈夫だと思うんですけど、ちょっと行ってみて確認で行きましょう。はい、あーちょっと短かったんだ。一応こっから見てグリーンが右から左とちょっとこう受けてる形になってるんで、気持ち転がし目で狙っていきます。落とし場所までだいたい7ヤードぐらいで、58度でちょっと転がし目でいきます。あ、止まっちゃった。思ったより転がらなかったです。どのぐらい切れんのかな。でも今の感じ見るとそんなに転がらないから、あんまり切れないと見て、あんまカップ外さないで上りフック打っていきます。じゃあございます。やっぱ切れなかった。次のホールからはアプローチは58あんま使いません。ちゃんと転がるクラブでやります。はい、4回でした。あんま転がんないんだなっていう感じ。雨だったからですかね。結構強く降ったんじゃないですか。そうですね、意外とスピン効いちゃって、なのでまあこんな感じで自分のイメージと合わないことは結構あると思うんで、その差で使うクラブを変えていきます。だから転がしたい時は52以上で、次のホールからはやるとする。はい次行きます。チロッと見えるのが伊豆大島です。ですってかだそうです。あれ、あの景色があれですよ、あのレストランでめっちゃ綺麗に映ってたんです。映ってたとか見えたんですよね。こっからだとちょっと見えないですけど、初島も見えたし、その先にあの今チロッと見えてる大島がバーって広がってて、超レストラン景色良かったんですよ、うん、めっちゃ確かに向こうだな。晴れた瀬間ってめちゃめちゃすごい、見渡しも良かったですよね。めっちゃ綺麗でした。あの川名も見えたの。あ、そう、川名のクラブハウスがちょっと見えました。相模湾を一望できるレストランでした。朝ごはんがとても美味しく気持ちよく食べれました。しかもあの僕今日電車で来たんですけど。はい、そうです。熱海駅から20分ぐらい、いや15分で着きます。あ、そんな早く着いた。はい、すごい早く着いて、であのやっぱ温泉街だけあって、熱海駅が初めて降りたんだけど、なんか美味しそうな海鮮屋さんみたいな、ご飯屋さん確かに。ゴルフをやって帰りにちょっとこう美味しいもの食べて帰るっていう。あ、それもいい。なんか泊まって温泉でもいい。あ、確かに。なんか確かに走ってて道のあの何網のとこから湯気がぶわって出てたの気づいてました？気づいてないですよね。多分あれ温泉街だからなのかな。あのあるじゃないですか、網、あれなんていうかわかんないんですけど、あそこから湯気がぶわっていろんなとこから出てたから、そこだけじゃなくて、さすがなんか温泉街やと思って。でなんかこの辺ゴルフ場たくさんあるかなと思ったけど、熱海市はそう2個だけなの。
ここと西熱海ゴルフコースと、あと隣の熱海ゴルフクラブがあります。熱海ゴルフクラブはでも9ホールだけなんで、実質18ホールあるのはここだけ。そうなんだ、西熱海。そうです、そうです、そうです。だからここでこれだから、もっと多分ね見えるコースあるんでしょうし、ちょっとそこを楽しみに回ってまいります。比較的こうカジュアルに楽しめて、こう景色がいいってなかなかないと思う。これなかなかない。いいよ、すごい気分はいい、すごく調子が悪くても。で、3番ホール350ヤードパー4です。でちょうどあの左のピューイってこう出てる木 の、 あの一番出てるところまでで210ヤードらしいんですけど、ちょっとさっきのやつ見るとね、多分今日220ぐらいしか飛ばないから、でしかも上げてるんで多分あの辺なんですよ。ただ右は結構広めなんで、ほんとこの木の上か、あの右グリーンの右バンカー方向ぐらい、まあ、この木の右の木の左スレスレぐらいで戻って、ちょうどあのポコって出てるとこまで行ってくれればいいなと。ただ打ち下ろしなんでちょっと風の影響を受けるから、もうちょっともしかしたら後ろに残っちゃうかもしれないけど、まあ方向としてはそこのサブグリーンの方向の間に落ちてればいいかなっていう感じで打っていきます。いやー狙い通り。しかもなんか運よく風止んだし、ラッキー。セカンド、ちょうどこの丸いやつ超えたから、これ230ぐらいいったかな。セカンドが残り92の、うん、上げ、ここは上げだけど向こうは右から左、うん、なんですけど、私は結構フックボールでランが出やすいので、まあ、90ヤードぐらい。ちょうどピンが真ん中にちょい左なんで、まぐり真ん中ぐらいの方向を狙って90ヤードアプローチで打ちます。あ、風やんじゃった。うん、ちょっと左足下がりでボール右側に置いてロフト立てちゃうんで、立てちゃうってことはちょっと距離出ちゃうから、ちょっと合わせます。フルショットしないよっていうことですね。まっすぐ行っちゃった。うん、なんか思ってるまっすぐ行っちゃいました。うん、下りのフックラインです。結構芝生が明るく見えるんで順目っぽいかな。なんか結構早いと思うんですよね。練習グリーンは結構下り早かったんで、カップ30センチ手前ぐらいに止まるように。切れなかった、読みが甘かったです。よいしょ、ありがとうございます。4階です。めっちゃ綺麗。山とか青空とこれ超綺麗、しかも超天気よ、なんだろう、オレンジ、オレンジ、あ、私か、あ、何のことだろうって今、あの木のことかなと思ったら私ね。でもなんか蛍光色似合うねって言われるようになってから、ちょっとそういう蛍光っぽいパキッとした色の服を着るようになったんで、なんかこんな色いいんじゃないとか、これいいんじゃないってあったら教えてほしいな。すぐ調子乗るから。なんかあのポニーテールいいねとかって言われて、言われてからポニーテール多くなったり、ツインテールいいねって言ったらめっちゃツインテール多くなるし、結構影響されやすいから。なんかコメントちょうだい。今回ってるのベントだけど、これ高麗芝よ。だからツーグリーンで多分高麗もベントもどっちも楽しめるよみたいなゴルフ場ですね。